山マキ山ョウは、透明揚げ葉シロチ白ウかに分類される蝶の一つ。近縁種スジボソ山ョウに似るが、それよりやや大きく羽の縁が、ピンク色になる。前肢の先端が、鍵状に尖るが、スジボソ山キより、土質が弱い。内陸性だが森林にはあまり寄らず、乾燥した高原地帯で見られる。スジボソ山キよりは、明るい場所を好む傾向がある。 幼虫の食草は黒つばらのみ。年一かで初夏から夏に発生した個体はそのまま越冬するが、成虫が特によく見られるのは7月8月。なお、蝶を表す A 単語、バターフライは本種を見た昆虫学者がバターのような羽と例えて名付けた。岩手県、青森県、長野県、山梨県の一部。東北地方での生息範囲はこれより広かったが、 現在は絶滅したとされる。国外ではユーラシア大陸に分布。2020年3月23日青森県で絶滅の恐れがある野生生物を分類したレッドデータブックを10年ぶりに改定。最重要希少野生生物だったカトリアンマとヤマキチョウが新たに絶滅扱いになった。 絶滅危惧 i ー類2007年の環境省レトリストでは絶滅危惧通類であったが2012年には絶滅危惧 IV 類に指定された。ありがとうございます。